こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone のインターネットブラウザサファリの困った3つを解決していきます。iPhone を使っている方はインターネットブラウザよく使うのはやっぱりサファリという方が多いのではないでしょうか。よく使うアプリなので時々困ってしまうということもあるかと思うんですが、今回はこのサファリの困った3つに回答していきたいと思います。それではまず1つ目、サファリは実は iOS 16以降アドレスバー検索バーがこのように画面下側に表示されるように仕様が変わりました。しかしパソコンとか他の端末とか他のブラウザではだいたいやっぱりアドレスバーというのは画面の上に表示されていることが多いかと思いますので、またこれまでずっと上に表示されていたものですので、アドレスバーはやっぱり上にあった方が使いやすいな、下にあるとちょっと使いにくいなと感じている方も多いかと思います。実はこのアドレスバーとても簡単に上に表示させることができます。ではちょっとやってみましょう。設定アプリをタップして開いてください。そうしましたら少し下へ真ん中ぐらいですかね、画面スクロールするとサファリという項目ありますのでこちらをタップします。そうするとサファリの設定項目開きますので、また少し下へスクロールするとタブという項目の中に今タブバーというところにチェックが入っております。これをこの横のシングルタブ、こちらに変更してください。シングルタブにチェックを入れます。これで上の表示に変更することができました。ちょっと確認をしてみましょう。サファリを開き直してみるとこのように画面の上部にアドレスバー検索バーを表示させることができるようになりました。それでは続いて2つ目、サファリでいろいろ調べ物をしているとこの画面右下の四角いタブのボタン、こちらを開いていただくとこのようにいくつかタブが表示されます。たくさんタブが表示されてしまうと見にくいこともあるかと思いますので、このように×印で閉じてしまうということもあるかと思います。しかしうっかり間違えてタブを削除してしまっても大丈夫です。このタブのページですね、このサファリを開いた時の画面下側右端の四角いタブのアイコン、こちらを開いたこのタブ一覧のページ、このタブ一覧のページで画面左下のこちらのプラスボタン、このプラスボタンを長押ししてみてください。そうするとこのように最近閉じたタブということで閉じてしまったタブの一覧が開きます。ここからもう一度開き直したいタブをタップして開き直すことができるようになっております。しかしこの最近閉じたタブの一覧、こちらの画面下側右から2つ目の本のアイコン、こちらを開いた時にお気に入りとかリーディングリストとか履歴の一覧が開くんですけれども、この履歴一覧で消去をしてしまうとこの最近閉じたタブ開かなくなってしまいますのでご注意ください。それでは最後3つ目です。実はこの3つ目、時々私の動画でもご質問をいただいていたことがあったんですけれども、このサファリのアイコン削除してしまった、画面から消えてしまった、なくなってしまった、どうしたらいいでしょうというご質問たまにいただいておりました。サファリはこのように長押しをしてアップを削除することができるんですが、実はホーム画面から取り除くことしかできません。端末の中から完全にサファリ削除することはできない状態となっております。ではなくなってしまったサファリどこにあるかと言いますと、画面をずっと右まで一番右までスライドさせてください。そうすると一番上にアップライブラリと書かれたこのような画面が表示されます。そしてサファリはだいたいこの左上の提案というセクションの中にサファリがあると思いますので、サファリ発見したらこちらを長押ししてください。そしてホーム画面に追加、こちらをタップするとこのようにホーム画面に戻すことができました。ただしここだと先ほどまではこの下に表示されていたので、ちょっと違うな、ここに移動させたいなという場合、画面の何にもないところを長押ししてアプリがこのようにゆらゆらゆらーと揺れた状態にしてサファリのアイコンをタップして、そしてタップしたままビヨンビヨンビヨーンと好きなところに移動させて、これで好きな位置に持ってくることができました。あとは何もないところをタップすれば
ば完了となります。今回はサファリの困った3つにお答えしてみました。サファリで困ったことがあったときはぜひ活用してみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。